大手前高松中学高等学校は、香川県高松市津新町に所在する私立中学校高等学校。なお、丸亀市に所在する大手前丸亀中学高等学校とは、姉妹校である。中学から高校までの六年間一貫教育を施す。少人数教育で丁寧な学習指導を行い、近年では、生徒一人一人にタブレット端末を持たせるなど、 香川県下では初の試みも行っている。夏と冬にそれぞれ小学生5.6年生を対象にしたオープンスクールを実施している。オープンスクールで実施されるテスト結果次第で特待生制度や自己推薦入試の受験資格を得られる。2017年より全コースの生徒がタブレット端末を持ち授業内外で活用している。入学後に コース変更することが可能で、学力に応じたコースに所属することができる。2012年度より、高1と高2で、医学部入学を目的とした、M 講座が開講されている。なお、英関心学 SS コース、S コースの生徒は、学校の方針により指定校推薦を受けることは、できない。全コースの全員が参加可能。国公立大学。 南関私立大学への進学を目指す学校であるため、2010年に教科クラブとして設置された、公式野球部とサッカー部を除く一般の部活動は2年生までの活動である場合が多い。また課外授業のない日に基本的に活動するため月水、土曜日の週3回のみの活動である。運動部は高校2年の新人戦で、文化部は 高校3年4月の桜茶会で引退するのが普通である。制服は中高共通となっており、男子の制服は学習院や防衛大学校のものと同じデザインである。2009年に女子の制服を一新している。ベーシックなブレザータイプの制服、標準及びチェック柄の2種類のスカートとなっており、胸元に赤青2種類のリボンが特徴。女性らしさと、 知的な印象を表現したデザインを目指している。また、ニュージーランドのメリノウール生産農家を第三者機関が監査し認証するズックブランドを採用した地球環境に優しいロハスユニフォームである。西日本の中ではズックブランドを採用した制服は初だという。渡辺真由が2012年11月21日に発売したサードシングル。 光る者たちの特典 DVD には全国47都道府県の女子制服を着たミュージックビデオが収録されており、香川県代表には本校の制服が選ばれた。この際、渡辺は本校の制服を指して大きめの襟とリボンがとってもキュートと評価している。ありがとうございます。